第1試合ということもありまして、で小高さんのありがたい日本語が聞けると思います。小高さん、まず自己紹介からよろしくお願いします。カメラそこなんで、そこ目線で。焦点です。はい、じゃあ手短に選手先生よろしくお願いします。小中お見舞い申し上げます。ちゃんとさ、もういきなりさ、台本にないこと言わないでほしいんだよね。あ、わかりました。はい。じゃあ、そうですね。選手宣言先生。はい。令和元年、我々は、スト2 X マンシップにのっとり、投げはめクソキャラ町ソニック投げを増税前に腹渡が煮えくり返るまで正々堂々とやることを誓います。はい、ということで、一つは何でもありと、キャラだろうと町だろうと何でもありだということですね。そうですね。はい、まあバーリトゥードマーシャルアーツということで、何でもあります。はい、じゃあ小高さんのありがたい日本語でした。ありがとうございました。じゃあ小高さん、早速試合ですね。その前にそうだ、もう一個X-EST といえば恒例の水宮、最年少水宮が投げる球を水宮君と同い年の娘さんを持つカメラ屋始球式か、カメラさん 2P 側に座ってくださいね。カメラさん 2P 側座ってください、ちゃんと。はい、そっち側がいいな、そっち側。申し訳ないですね。水宮君、じゃあ逆、あっち側、あっちのない、そう、1P、2P は筐体の上に書いてありますからね、やってくださいね。はい、じゃあちゃんとやってくださいよ。フェイントとかなしで、開幕バックジャンプで端々になって、水宮さんは小波動でいいです。優しく小波動。水宮君は別に頑張らないです。波動拳打つだけですから。水宮君は頑張らないです。じゃあX-EST 2019始球式、間もなく、最年少水宮が投げる波動拳をカメラや、避けれるのか。避けたー、避けたー。はい、始球式終了。じゃあ0回戦の第1試合始めていきましょう。そんなだよ。これだけで盛り上がるの美味しくない？簡単だな。じゃああれですね、やっていきましょうかね。ということで、じゃあマイクということで実況本戦に変わりまして、ジャイアンさんと吉尾さんでよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあよろしくしょうか。じゃあスタート。ぬか漬け3年目と増税前、池小高。はい、先方はMurasakiベガとジェネ。はい、じゃあスタートボタンを押しちゃってるので行きましょう。これおごられ溜まってるから、おごられも同時にワイプで、はい、じゃあまず開始は盛り上がっていきましょう。皆さんよろしくお願いします。はいと言いつつ、おごられくんが溜まってるので、おごられくん呼んでもいいよ。ワイプでいけるかな。なんかワイプでいけるという話を今日聞きましたので、ね、うまく、2つ進行でいきたいと思います、はい、同時進行ですね。はい、これはジェネティはね、飛行権ないんでね。そうですね。しかしエシチュンにやり慣れてますかね。どうですかね。さすがのMurasaki君も、今表裏いった。行きましたね。よくガードしたね。いや強えなジェネ。いやジェネさんやったことはすごい合ってますからね。基本的に。おごられ呼んでおごられ帰れる。おごられ君、はい。まずM2さん。結構人気者いっぱい入ってますね。いっぱい入ってる。この話ですね。ワイプが出ますので、はい、ワイプ出ますので、おっとちょっと接触がありますが、M2さん、シャーンさんから生ビールまず一つ。はい、じゃあマットゥンさん、おごられくんの方お願いいたします。あっちマイクは確かあっち。さあ試合の方は、ごめんこっち。いやおごられくんね、今ね来てるやつの倍来てるらしいから。マジこれ本当。やんないと終わんない。どっち今こっちです。今こっち今映ってます。今映ってます。うまいハイション。さあ投げに行くかどっちかというところでしたが、ここはルキフォアクはネクストイヤーさんでのテキサスを出していきました。来年サンキューサンキューサンキューとありがとうありがとう。それとは別に信夫さんからビールが5つ入っております。5つ、テキサスではありがとうございました。いろいろと勉強でマッツンさんに5つですよ。マッツンさんに5つですよテキサスではありがとうございました。いろいろと勉強になりました。大会実況頑張ってください。皆さんで召し上がってください。皆さんでって書いてあるんじゃないか。俺だけじゃないだろ。皆さんでってやってるからよろしく。信夫君ありがとう。さっきあれだね、おい紫だけかいみたいな煽っちゃったみたいになっちゃったけど申し訳ないです。いただきます。ビール5個、5個は無理だな。みんなで分けて飲むんで本当ありがとう。これガイルが視点的にはどうなの。まあちょびっとだけガイル有利的な。あ、有利なんだあれ。ちょびっとだけ。まあめくりもあるし、立ち回り的にもどうしてもベガがね後出しにはなっちゃうかなという気はします。はい。ただ一回ベガペースになればそのままベガペースなんで。誰、加藤さん。はい、教授から安藤さんに唐揚げ、ヨガファイヤー。唐揚げやめろって本当に。そのことで。本当やめろって。端からそうしかない。きついって。あ、さあバックジャンプ読んでいました。完全に今バックジャンプ読んでましたね。大将は？お酒もいただけると非常に嬉しいです。あ、アステカさんか。いや、それと別にですね、しんのすけさんからコーラハイボール。2人目。しんのすけですとのことで。まあいろいろ考えがあるんでしょう。すみません、来たばっかりでなんかこう食べ物とお酒をいただいてしまって、しんのすけさんどうもありがとうございます。また大阪で対戦よろしくお願いします。さあジャンプチープ当たる。この組み合わせ非常にブランクが有利と言われていますが、それは間違いないでしょう。2号さん、阿部阿部さんいらっしゃいますか。ベガ使ってると一番ブランクがきついらしいからね。さすがにチュンリーだって言ってましたけど、あ、そう、なんかって言ってたよ。2号さん、阿部阿部さん、スピさん。まあ人によって違うから。2号さん、阿部阿部さん、スピさん。さあジャンプキック、あれはわかりました。それからアラバマさん、アラバマさんいますか。友座さん、西尾さん、あと TOMO さん、はい、阿部阿部さん。ああ、バックジャンプ良かったんだよな。阿部阿部さんにコペンさんからフライドポテト、ビールばっか飲んでないで、カロリーも取るんやで。ここ。あ、ありがとうございます。しっかりデブになって福岡帰ります。ありがとうございます。さあ、おごられくん、ちょっとマイクの音量が大きいみたいな今コメントがありました。阿部さん、ビールもあり。阿部さん、あ、同時に喋ってるか。なるほどなるほど。まあまあじゃあ、じゃあ大丈夫かな。もしも入ってますね。阿部さん、あれ。優先。小倉君入ってます。小倉君マイク入ってますね。はい。阿部阿部さんに鷹の爪さんからビールが入っております。あとスピさんにも入ってるんですけど、スピさん来てらっしゃいますかね。はい。じゃあ2人で、はい。お疲れ様でした。楽しんでくださいね。また博多で飲みましょう。じゃあ2回戦ちょっとさすがに進行するよ。はい。ちょっとね進行もしないと大会が終わらないので、はい。やっていきましょう。第2日曜はハンター×ハンター対元祖感謝。これ先方決まってる？先方決まってたら座っていただければ。ビールありがとうございます。いただきます。また飲みましょう。結構カオスだね。また心身いきましょう。ありがとうございました。また対戦お願いします。ありがとうございます。アラバマさんですね。アラバマさんにはコカコーラがFTW さんから応援してます。頑張ってください。先方2回転とカメラ屋さんですね。そうですね。ちょっとなるべくプレイヤー名だけでも言った方がいいかもしれないですね。言った方が。あ、アラバマです。この FTW さん、まあちょっとこれを言う人は多分地元の人だと思うんですけど、これありがとうございます。頑張ります。さあ。難しいですね。なかなか足払いのうまさがいきない。2回転さん試合中さすがにあれでもとりあえず小倉君やっちゃっていい。やってる数がありすぎちゃってってことなんでね。はい。今来てるやつの倍あるらしいから。マジか。みんなすごいおごり好きですね。ありがたいですけど石油王多すぎでしょうおうまい。さすがさあ掴んでどうだ。あんた連打しすぎだろ。おお、これが足払いだと言わんばかり。和田君、和田君、おごられ君入ってます。和田君いるかな。和田君さんお願いします。あ、しんのすけさんから入ってます。はい、コメント「寝れてる?」ということです。こちらに立って、じゃあそうですね、カメラあそこなんでちょっとお礼のコメントをお願いします。しんのすけさんありがとうございます、移動だけでちょっとヘロヘロなってますけど、頑張って立ち上がりたいと思います。ありがとうございます。これも持ってる。はい。さあ、田坂さん、カメラ屋さん、ツージーさんってなんかだいぶレジェンドプロですね。まあこれいけるんだったら。白くん、猪俣弟います。おごられくん入ってます。軍勢あと。ちょっと今ね、おごられくんすげえ溜まってるんで、おごられくんの方を優先しております、はい。さあ対するは田坂キャミンが出てきましたが、ストライダーさんから、ご自身の持ち出しを最大限に生かしたプレーでベストを尽くして頑張ってください。また大阪府内のゲーセンでお会いしましょうということで。松田、はいよ。おお、うまい。ストライダーさん、ありがとうございます。まだそのうちよろしくお願いします。ちょっと座ってる方、もう一歩前に行ってもらいますか。ちょっと会場結構狭くなってきたんで、もう一歩前に行っていただければお願いします。詰めてもらえれば。はい、協力ありがとうございます。コメントが。奥に私が、楽園さんかな、男をいろいろ見せてやってください。ガウサ。いや、しかし空中くらい。これアンラッキーだね。あの大パンアロー確かなんだっけな、自動2択になりつつアローも仕込めるみたいな、なんかそんなこと言ってましたね、バイソン戦が。はい、うわ、どうだ。キャラパー強すぎじゃね。今見てからタッチをキックとかすごいうまかったですがね。どうでしょう。おお、すごいね。今の強気の前歩き良かったね。前歩きましたね。素晴らしい踏み込みでした。さあ、から猪俣弟、からげまるさんから、コメント、光大勢プラス黒光頑張れよということです。やっと流してきました。さあ、そうですね。彼、いや私も知ってますね。さあどうでしょう。フェイロン・キャミンは露骨に地上戦のリターンでフェイロンと言われてますが、さあ最初はグリグラさんのフェイロンですね。田坂キャミンに対してグリグラフェイロンが出ております。さあどうでしょう。さあアローがこのレックがくらないところだから、レックをガードして体力リードはキャミーだったが、いや大パンがないい感じで置いてあったね。今の地上戦はキャミー戦用にしっかり置いたといったところでしょう。ああ、紫はいるかな。紫いる。紫と、あとこれか、前はバンザク、セロテープ、ボイワン、グリグラ試合中、長州、若松さん、増田さん、うまい。コニタンさん、まあちょっと人数多いんで後回しにします。相模大パンですかせんな。厳しいな。今の新町良かったですけどね。ねえ、はい。さっきと同じの展開。レノ MD さんってわかりますかね。すべてのベガプレイヤーに幸運をということで、ベガプレイヤー5人に、レッドブルウォッカ入ってたんですけど、西尾さんっていらっしゃってますか。じゃあちょっと申し訳ないですけど、西尾さんの分も2人で、はい、西尾さんと友田さん、さあ対するは大将2G バイソン対グリグラフェイロンという形になってますね。大将同士ですかねこれで、まあ、このバイソンがいるからね、こういう大舞台に来たからね、しっかりこう爪痕と結果を残して、ただこの組み合わせもフェイロンが1回乗るとちょっといやーきついぞこれ。この話ホイホイの対策を辻さん知ってるか。暗い投げしたグラナキは対策じゃないですね。あれは試合が終わった後に飲ませていただきたいと思います。あれはちょっと苦肉の策ですね。おお、しかし結果的に勝ってるのが通じ。まっすぐいったね。あれは空ぐらいかしゃがみ強パンチで相打ちを取るっていうのが正しいあれなんですが。はい、コニタンさんにコニタンさんが生ビール、苗場さん、バンカクさん、セロテープさん、黒いワンさん、グリグラさん、長州さん、若松さん、松田さん。コニタン石油多すぎでしょ。さあしかし通じさんらしい、松田さん、万学さん、コニタンさん50杯ぐらいなんかめちゃくちゃ怒ってくれてますね。50杯っていくら2万ぐらい3万ぐらい、どなたか代表でもいいんでご挨拶を。前サソリが松田さん全員でそうだってましたよね。伝説があるからな。ありがとうございます。誰だ。さあ大将、こちら大将でしたね。ありがとうございます。相手は小さん、なんか差し入れ本当にありがたいんですけど、なんかペロです。ペロサヨナラエンペルトのペロです。はい、今ペロバイソン対通じバイソンです。さあ露骨なつかみ合いになってるが、ここでヘッドを仕掛ける。ガードした。ナイスガードだね。最後ガードした。絶対ないだと思った。うん、ここは2択に向かっていきました。さあ通じに対して掴むどうだ、投げ返す。およくかぶした。さあペロはどうだ、なかなか失敗。おおダッシュアッパー投げた。まさかの通じ1回戦負け。おごられ君に集中してたときにマジか。マジ今の反応、今のはすごい反応のペロ一人一冊、一人一冊ですね。だよね、うん、素晴らしいね。すごいチームでした、うん、じゃあ次、はい、グッチ会対 SNS。 ああなんだっけ、ノーモーションさん、おごられくんが来ましたよ。お、ノーモーション来たよ。ノーモーションさん芸能人だからね。あと紫いるかな。紫と俺とになんかノブオくんからポテト、はい、やってどんどんやって、試合は試合で始めて。先にじゃあノブオくんから完全にお祭りだな。はい、のぶくんビールに続いて芋ありがとう。芋これであと芋3つずつ。いただきます。はい、いただきます。鈴木さんありがとうございます。おごられくん入ってます。はい、ちょっと隙間に喋らせていただきますが、大会の方はグッチ会対 SNS 先方は加藤 DJ と鈴木さんですね。黄色い対決。さあキャラ差もほぼ五分と言われるこの DJ ザンギになっております。注文者ジャック770さんですかね。お二人に、ウーロン茶のピッチャー入ってます。やったー、ピッチャー嬉しい。うわー投げ返した。ピッチャー来た。ピッチャー、あ、北斗の拳の大好きな方にケンシロウからお願いします。お前はもう死んでいる。あーたた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 、おーたー、ハート様お前はもう死んでいる。何よかな肉がひでぶーいただきました。お前はもうおごっている。おーた、さすがですね。さすがですね。さすがですね。さあ試合も試合はDJ が今度は今優勢に進めてますが、おっとだ画面走だぞ。はめ回るはめ回る。錦尾さんにしんのすけさんから唐揚げ丼入ってます。コメントお願いします。加藤さんうまいな。全部です。ありがとうございます。頑張ります。続いて唐揚げ丸さんから。うおー、踏み込んで台足、さあ画面走った、農業農業、おっとここはスパコン警戒、あーしかし飛びとスライディングが噛み合った。勝ったのは鈴木談義、スカッシュスクールだね。スカッシュですね。本田いるよ、本田。早速コメントで北斗の拳ツイッチのクリップを作ってくださった方いますね。職人が早い。はい、小倉君よろしくお願いします。さあ試合の方は鈴木ザンギは勝ち上がっ、はい、フロンターボさん、の本田。注文者アーチビリアンさんですかね。レッドベル入っております。これなんかさっき中野君に聞いたんですが、元川崎テルト勢らしく、この本田さん結構アニコロの大会出てくれてるよ。あ、本当ですか。かけるおもり出てた。なるほどなるほど。さあ元川崎テルト勢というとね、あのお方が確かに絡んでるんでしょうね、おそらくボスがね。さあさすがにかぶせが機能しているといった感じ。はい、続いてどれ、2回転さん、あ、2回転さんにイコイコさんからフライボール入ってます。イコイコさんありがとう。こういうのがまず助かるんで、バッチャー開いたでいちいち乗り切ろうと思います。よろしくお願いします。 ゲームセンター嵐さんにハマラウさんからコンソメフライドポテト入っております。お礼のコメントお願いします。コンソメフライドポテトマジうまいんだけど。すごいですね。ゲームセンター嵐さんにハマラオさんってもうすごいバーター勢って感じですね。ありがとうございます。美味しくいただきます。他の方からも揚げ物待っておりますのでよろしくお願いします。揚げ物待ってます。唐揚げやばいですね。お酒も受け付けてます。さあ出てくるはグッチ界のグッチ流。まあ流だよね。裏ケミさん、BM さん、クリナイさん、ラマンジャさんから、とりあえず、2回転さん、M2 さん、A さん、裏ケミさん、BM さん、TM さん。じゃあ代表で BM さんに、注文者はラマンジャさんから、ね、生ビール入っております。グッチさん、かなり関東本題揉まれてますからね。あれね、雪の船。あ、じゃあラマンチャさん、ありがとうございます。見ててくれてありがとうございます。これから頑張りますのでよろしくお願いします。総流拳、あゆち。ちょっと引き付けかというところですが、まあ悪くないですね。はい、いただきます。ありがとうございます。どこのどなたか存じませんが、ありがとうございます。キッズ、本名言っちゃう。あ、ありがとうございます。頑張ります。仕事をした。さあグッチ流がかぶせ合ってトネピーダルシムですね。ありがとうございました。バイソン残ってるのか。バイソンが沼さんが残ってるんで、まあいい勝負で悪くはないですね、うん、さあ波動見てからドリルしっかりと流線の前で戦っております。ちょっと飲みたい人にあれですね。さあタッチ台キック、ここは龍の出がかりを取っていきました。さあ連勝ストッパーグッチですが、その後はどうでしょうか。確かにまあ苦しいからね。トップスピン下段を選択、第5つ投げ、さあ中度が当たるのが痛い。この前へどうだ、歩き波動で返して、灰谷さん、吉高さん、オムチョさん、ゲームセンター嵐さん。さあ中腰だったがどうだ、波動を出している。お、ついに灰谷さんにね。さあはい。勝利権、これはいくか。中腰ガード、いい反応だ。もうブラストレースって酔っている。コニタンさんから生ビール1杯ずつ入っております。さあリード取ってからに真空波動が溜まっている。やらせていただきます。富田さんありがとうございます。他にもまだまだ募集してますので、経済回していきましょう。よろしくお願いします。さあ嵐さんは割と欲しかったですね。ファイア当たる。ワンチャンあるぞ。ここで無情の投げ返し。今真空怖かったのね。強気にいったね。あえてまっすぐいかないと思っての投げだね。さっきガードだったんですよね。下段もガードして中骨もガードで、もう沖縄の読みで勝ちましたね。読み合いがトルピーが、さあ大将は沼バイソン。おお、あれね、低めでやるとね、超低め大パンチ。あれは大パンチ、こっちも置いとかないといけないんだよね。はいはいはい。横から蹴るとやられるんで、早めにやらないといけないんですよ。背面結構難しいんですよ。さあ捕まえたか、ただ下段を選択、そしてゲージを貯める。さあ大ヘッド無理やりおっと、ドリルが出なかったか、どうだ、ヨガファイを出ないぞ。そうなんだよ。さあドリルがヘッドで返されて、これをリバーサーテレポで頑張ったが一発目だったので後ろに出ました。惜しい。TY さんにアンドレさんからウーロン茶、TY さん、きびだるさん、アラさんに入っております。さあ我慢したが結果的にはバイソンペースになっている。ゲージがたまる。これでファイヤー打ちづらい。これ無理だよ。あとコメントでしょ。これもどっかに、さあ無情に投げが入り、勝ったのは愚痴会。カウンターの方でお願いします。次がガムジャパン。じゃあこうやチームとホワイト企業。いやこれ面白いですね。ハマラウさんから生ビール1個ずつ入っております。浜田さんありがとうございます。いただきます。じゃあこれ2つ持ってっちゃってください。紙もはい。お茶るまるさん、差し入れ入ってます。これあ、呼んだゆずるさん、お茶るまるさん、小原君入ってます。ゆずるさん、お茶るまるさん、小原君入っております。あと記憶はあ、ゆずくんこっち、ゆずるくんに、山口敏子&つぐみ団地さんか、つくみ団地さんからファジーネーブル入っております。 YUU のチームメイト、はい、ありがとうございます。 YUU のチームメイトの方、じゃあジェルティさん来てください。 YUU、ハセさんからコーラ入っております。お礼お願いします。さあ試合の方も始まりましたので、ちょっとワイプで映していただけると助かります。はい、試合の方は荒野チームとホワイト企業ですね。先方はモミオザンギと銀座セレブ兼ですね。銀座セレブって、さあ秋葉平にいる人にはおなじみのプレーですが、銀座セーブと名乗っておりますこの件。はい、コニタンさんからおぬーとちゃんはじめ4名に生ビール1杯ずつ入っております。さあ飛ぶ、どうも昇竜をバリに落としてがっちりビールいただきますけど、試合はつかみに行く。会場の空気となって頑張ります。いただきます。下段が刺さる。4つだからもう1個ないかな。あ、渡したんだ。じゃあこれ3つ持ってって、ごめん、紙とモテる。嵐さんには渡してるはず。お茶るまるさん、おごられくん入ってますよ。お茶るまるさんいますか。うとった配球が難しい。しかし差し返し、飛ぶ。昇竜が出なかったが、もう1個強気にいく。さあ2ランの目ということでした。はいはいはい、了解です。じゃあちょっとカメラを今、切り替えてるそうなので、ワイプの方をうまく切り替えられますかね。ただちょっと試合の方はやっていかないといけないので見ていきましょう。これは、出てきたのが猪俣弟。さあ猪俣弟、久しぶりの大会。お茶丸さん、お茶丸さん早く来て。さあ普通に掴みに行くが、フォークは投げられ前もひどいので、のび太さん、ぬるこがさん、非常に難しいところ。 XSS ですね。のび太さん、ぬるこがさん、長野翔吾さん。さあ歩く歩く、これが猪俣、これが猪俣兄弟の歩き。あ、ごめんなさい、今度カメラこっちになったんで、永田さんにトカゲマンさんからレッドブル入っております。おっと、コンボが出ない、コンボが出ない。トカゲマンさん誰？九州九州で頑張れ。さあ露骨に2回で投げた。ありがとうございます、頑張っています。あ、おごられくんありがとうございます、頑張ります。トカゲさんありがとうございます、頑張ります。お、いいところからスクリューかけてきます。注文者、メガマン X さんから TMF さんはじめ3名にコーラ入っております。代表でお礼をお願いします。素晴らしい判断力。いや、どうもこんな私にありがとうございます。でもいただきます。あ、うまいですね。そうですね、こんなふうにワイプ出していただけると非常に助かります。はいはいはい、すいません、ちょっと今から、マイク KKY 入ります。はい、対象になって隊長のザンギ対、先方の、モミオザンギという感じですね。やらせっぽい行動でお互いゲージを食べました。さあ、あまりファイナルアトミックはこの対戦では重要なんですかね、よくわかんないですけど。さあ狙いにいってる、狙いにいってる、狙いにいってるよ。さあお互いぐるぐるしている。さあ下段を選択。ファイナルアトミックはスカリポーズが出ないので、ある意味有効。そうです、ある意味有効ですね。ただし投げ場合は極狭、多分パイルにも投げ負けるんじゃないですかね。さあスクリューで吸い返して、はい、 M2 さん、 M2 さん、 A さん、お茶ぶまるさん、裏切りさん、 TMF さん、 TMF さん。さあちょっと下がりましたね。勝負にはこだわっている。ああ、どっちがいいかという感じ。暗い投げの形になった。バニシングからスクリュー。ちょっと打撃が遅れたか。さあ秋葉ヘイチーム対、とりあえず食べることは食べますかね。とりあえず食べる。誰かな。あ、ラマンチさん、いただきます。かのアトミックボーイを放送させる。芋まで、ありがとうございます。いただきます。食べ方ですが。さあ、くらだけ。ありがとうございました。うわ、くらだけうまい。さあ、追加して。暗いスクリュー。暗いスクリューの掛け合いになってるが。下段。まっすぐいった。下段が入る。最後は垂直。さあ、もみおが3立て。次はガムシャラジャパンと久し会ですかね。安藤さんいらっしゃいますか。安藤さん、おごられくんまた入っております。どっちの安藤さんだろうこれ。2人いるからな今日。ガムシャラジャパンはリーダー闘魂さんとカーシムミルキーですね。に対して久し会は俳人友田シャル。ここはかなり面白いんじゃないですか。ミルキーさん、ガムシャラジャパン久しぶりですね。そうですね。安藤藤さんいますか。安藤さん、おちゃる丸さん。オッケー、はい、じゃあ始めちゃいましょう。キャラバランス的さ、ミルキー対和田さん、俳人、高志さん、和田さん。これはちょっと久しかいが読み勝ったか確か。白兄さん、白兄さん。結構最近ミルキーやってるんですよ。カーニバルあたりなんですかね。ヘイにも来てますね。さあ中足立ち台ゲート入って、あっと勝利が来ました。大反応したかったところでしょう。和田さんに頑張ってください。ガードした今のガードは素晴らしい。しかしミルキー冷静ですね。めくり竜巻の釣りにも引っかからない。今のは最後削っていけば食らっても食らってもまあ大丈夫みたいな、そういう感じでしたね。もらって台足ぐらいみたいなところありますから。さあとさあ強気に仕掛けるミルキー。下段が刺さる、投げて、これは運が悪いパターンだ。ダブルアップしましたね。小ダブル2はちょっとね突進力が足りない場合が次と今みたいにスカるんですよね。さあベガの同キャラを避けてシャルバイソン。まあここはキャラ差押し付けたいですね。辰巳さんから頑張ってくださいとのことです。辰巳さんありがとうございます。また大阪で対戦よろしくお願いします。美味しくいただきます。さあしかし画面端まで行っちゃうとこれベガがかなり、さあしかし今のミスは痛い。ベガなんでねアントビーそんな厳しくする必要ないんですけど、まあやはり大会のプレッシャーといったところが。さあ最高ね結構使うんですよね。この体力差だったら反撃を食らっていいっていう、ヘッド食らわなきゃ OK みたいなところですね。さあ式アッパ体育ここはしっかりしてきました。2回転さんにラマンチャさんからフライドポテト。2回転さんにまた当たる下段から音立ちようかな。今度のまたしてもそうだちょっと低いですね、はい、これは痛い。ラマンチャさんからフライドポテト来てます。さあここでいかない、ここでいかない。ニーネキはリードを利用して下がる。さあベガのゲージが溜まっちゃうと厄介ですが、さあクータイク、さあほぼ体力同じ。これホバセンターだー。そして拾って若干安いが、まあリードすれば OK というところ。さあシャルバイソン行かなきゃいけない。おーしゃーおおなんだこれは。タッチ中盤で裏に回る東光さんうれしそう。ちょっと起き上がりの攻めに安定度を欠きましたねシャルバイソン。しの兄さんに、リュウさん白ベガのリュウさんからですね、いつも対戦ありがとう、池袋味方勢として頑張ってくださいとのことで。最後は同キャラなんですが、一言お願いします。友澤ベガは色を取られている。リュウさんありがとうございます。ですね、紫を使い合わざるを得ないというところですが、頑張って対戦します。ありがとうございます。さあこのカードは真面目にやればやるほどなんともなカードですね割と。いやなんか初手の取り合いですね。初手の取り合いでどうするかと。さあ内返して。さあこの肩投げ返した下段が刺さって、さあナイトメアもすかされていて、しかしバックジャンプで最後入って、いやー打ち切った。遅め超遅め、画面端だったんでダブル2のためがもうできておりました。王さんにはお二方から、まず信夫さんから、フライドポテトチームの皆さんで召し上がってください。それからもう一つ、またこれも信夫さんですね。レッドブル3つ、昨年は、CEO エボではいろいろお世話となりました。ありがとうございます。とても楽しかったです、大会頑張ってくださいチームの皆さんでということで、信夫さんどうもご無沙汰してます。さあめぐりから投げて受け身がない。はい、さあ投げました。これは大きくやりたくなるか。さあちょっとつなぎが甘いが、逆にそれが功を奏して当たっている。投げに行く、うわ最後潰す、これはでかいぞ。しかし裏に回ってる、裏に回ってるので投げ返しが決まりました。さあ最終ラウンド、さあどうしても開幕はねこの下がり合いになっちゃいます。これはしょうがない。それだけ最初のファーストヒット、ファーストヒットが非常に大事。これ歩き第2がちょうどガラスされるんですよね。走らせても歩けば先手、おっと差し替え決まる。さあ先手を取ったのはトモサレガダがちょっとミスったのでミルキが投げたがめくりがヒット。これはピオラナイが絶望、絶望的なところになってしまった。さあなんとか踏ん張った。あれさっきハイタニーにおごり入ったんでちょっとお礼言ってもらいましょうか。ありがとうございます。いただきます。さあ出てきたのは川シム。松ブランカさん、哲平さん、藤本さん、福山さん、津村さん、楠本さん、志賀さん、さあ本田さん。削って。さあここからハメに行かない。しかしあれですね、チュンリーじゃなかったんですね。はい、新藤助さんから10名の方にビールが出ます。これで来月ピンチなんでゲーム代のカンパよろしくお願いします。なんかちょっとおごられまくってるんで。さあ詳細いただきます。これ画面端のハメってなんか難しいですよね。そうですね、結構これ投げ返しがあるのでうまく下段を混ぜたいというところでしょうが。さあ打撃を混ぜるイーフェルノ、お久しぶりです。大阪に行くことだいぶ減りましたけれども、また行くときは一緒に、対戦とご飯とか一緒に楽しみましょう。ありがとうございます。いやさあ試合の方はすごい大キックが決まりました。あシン様ありがとうございます。また寝屋川で対戦しましょう。ありがとうございます。さあ友田君乗ってますよ。友田君乗ってます。勢いがあるベガは非常に強いがガードうまい。あどうも福山龍です。あ篠さんありがとうございます。僕初めておごられるんでちょっと嬉しいです。また大会全部見ていってください。ありがとうございます。投げ返した。どうだ残りが篠介さん下段が入る。おお足の助さん、試合前のビールちょっとやばいんでまた後でいただきたいと思います。すみませんありがとうございます。いやーショースラインフェンの何回かミスってましたね。早くない今早くない。篠野さんありがとうございます、ね、アンダーと腐るほどやったね同期戦ここで生かせるように頑張るよ。ありがとうございます。なんか今ちょっと 5% 引いた感がありましたね。若干早かった気がありますね。早かったけどね、ただね今スラストで死ぬ体力だったんでちょっとゲージが見えてなかったかなという。ショースラーである必要はなかったんですけど。さあすごいタイミングで投げてきました。起き上がりには基本的には何フレームかの、投げ無敵時間があるんですが、たまにねすぐその投げ無敵時間がなくなってしまうというような。新之助さんから KKY さんとグンゼさんにウーロン茶が入ってます。今日は ABC 行きます。ABC でよろしく楽しんでね。ありがとうございます。さあ大将が闘魂チュンリーです。中段をガード。いや今の立ちガードはなかなか勇気のいる選択でしたがここは読み合ってきました。了解です。ありがとうございます。さあ、皆さんありがたいことにね、かなりのおごられ君いただきましたが、ようやくはけることができました。さあ、試合に集中していきましょう。さあ、大将闘魂中に仕事ができるかというところを戦術で削っていく。おーおーおーおお。ガムったガムりましたね。今すごいガムったよ今。いや東郷さんいい笑顔ですいい笑顔です東郷さんガムジャパ T シャツが光っております。今のすごいガムに出ましたね今お互い投げに行ったって感じでしたね完全に。さあ気持ちのぶつかり合い勝ったのは東郷チュンリーという形になりました。さあ次が大福丸とラウンドアバウト。リューズルクサ黒いワン対 AFO ジャイ店長。いやなんかすごいチームばっかりですね、本当めっちゃいい勝負だよ、すごいチームばっかりですよ、本当にね。これは黒いワンさんの使いどころが非常に問題ですね。 AFO に当てたい、まあ、黒いワン乗ってますからね今ね。なのでジャイと草の試合もかなりキーポイントかな。どういう先方の夢が熱い。そうですね。さあ DJ チュンリーそのホンダなんで、さあ先方戦はジャイと草、これ本当これダルシムがどれだけ仕事できるかっていう感じになってきますね。先方ダルシムはちょっと意外でしたね。安牌で店長かなっていう感じもしたんですけど、さあ先方ジャイ対先方草、試合始まりましたので画面お願いいたします。さあ高いドリルだが当たっている。怒られ君にする。はい、ではワイプにしていただきましょう。ワイプにしていただきましょう。よろしくお願いします。怒られ君ワイプお願いします。ああ、ラマちゃんありがとう。中野早く来てね。ありがとう。やってないかな。怒られ君のワイプをお願い。あ、出ましたね。はい。お願いいたします。はい。さあかなりギリギリの勝負。はい。じゃあおごられ君一息ついたので、こちら戻しますね。はい。はい。さあラウンド2、1本目は草ですね。下段から投げる。ここはバックジャンプでおっとバカになってしまった。ドリル失敗。3ヒットは痛いです。しかしこちらもどうだ、置き攻めが表からいく。さあライバルよく相打ち。さあしかしおっと飛びが入る。3段でピヨル、いい飛びでした。さあこれは A4 ですかね。そうですね、やはり黒いワンに店長を残したいのでしょう。まあ黒いワンいる以上先ブランカ出しとけと、まあ龍も3キャラいけますからね。全然いけますね。ただチュンリーブランカは普通に考えればチュンリーなんですね。しかし A4 の今充実度はかなりやばい。ダルシム使いでも安定して勝てる人間多分いないんじゃないかなっていうぐらいの感じですね。さあ飛び込みをうまく決めてきますね。これはそうなんですよね。これはこうなるんですね。あの間合いはダメです。なるほどなるほど。さあ A4 ブランカネタと飛びのうまさ両方見せて一段の取っていきます。さあ体育難しいところ。さあちょっとよ下がりたくないですよね。大パンチ間に合った。さあ飛んで3段からのなぜか飛びが普通に入った。コンボ精度の問題か。今のは台中ローリングだったと思います。さすがにこれは体育戦列間に合ってない。さあしかし削ってついどうすんだこれ。ああもうこうなりますね。さあ危ねえ危ねえと店長が笑っておりますが、当然黒いワンが出てきます。ここでコンボミスったのはね、結構 A4 君的にはちょっと痛いんじゃないですかね。まあだいぶねブランカコンボ制度の話がありますから、さあここが剣が見てというか、ここは非常に重要だと思います。この組み合わせが非常に、まあ、もちろん本田有利なんですが、本田もちょっとミスるとこういうことになるので、さあリードがブランカになってるぞ。さあ百列を立ち上げキックで返していますが、さあなかなか間合いを詰められない黒いワン。そうですね、これどうやって崩していこうかという。いややっぱ端に追い込んで削り、あさこれはでかい。そうですね、壊し百列、この削りですね。これでいいです。これで有利が取れました。さあしっかり待って余計なことしない、そういうことです。そうですね、よく見てました。しっかりしてます。続きが出てます。素晴らしい対応。これ削りでいいってのはやっぱでかいですよね、この組み合わせは。ああ壊しよく知ってますね。ちょっとネタっぽく電気を当てに行こうとしましたが、電撃を返せる技は各キャラちゃんと抑えておかないといけないと思います。本当に特にトップクラスのブランガとやるときはさあガード OK ですからね。さあ徹底したスタイル当てたが100巻で次もためが間に合って、これねこのね仕込み大一丁があるんで神にいけないんですよ。さあまだ本田がちょっとリード、しかし全然わからない。あっとさあちょっとブランカですね、間に合ってる。これは削り、さあどうだ待ちきれるか。ガード OK、 ガード待ちきった、待ちきった。さあ店長大将あいつは譲るも残ってますか。そうですね、うん、店長が大将で、うん、分かってる分かってるさあ店長対本田といえばなかなか歴史のある組み合わせですね。結構ね大会で、ね、熱い勝負してますからね。クスモンド戦がかなりいい勝負、昔。ちょっと今回ワンピーカーなので、少し不安ですが、あっと百裂つびがいった。さあ今のはもう予定通りという感じか。これはきついっていうよりはね、投げに対して100巻、これは置き詰めも読み勝ってきました。昇龍の後のつかみが確定なのを知ってる今歩き方でしたね。もう昇龍まで読めてましたね、置き詰めが完全に読み勝った形となると、あれは竜巻で逃げなきゃいけないってことか。桜井大一丁しっかりしている黒いワン。さあテントとしてはしかし 2P がいったので、ここからでも十分。さあこれが体調の体育。さあ削りでゴブっぽくなってきたぞ。チャカミ中盤冷静に歩き波動しっかり待ってる、しっかりしている。さすがの店長ですが、さあ 2P が露骨にいった。ムーブきましたよこれ。あ、これはでかい。さあ着地にねジャンプはためキャラの本田にとって有効です。さあ歩いた足払い、あしかし投げ返す、これは正解ですが 1P がに行ってしまう。さあバカがないのを見て飛んだいるな。これは投げに対して100巻再び置き攻め読み勝っていきました黒いワン。いやー対空迷う間合いからの透かし大一丁見事でしたね。今のは素晴らしいジャンプでしたね。1回のジャンプで決めてきました。さあそして、次の試合45度90度180度と1982年度組、うん、ここも熱いんですよね。小右衛門津村中地対ピロシ金子友。さあ今日はね海外勢も多く来てるんで、はい、友君なんか非常に懐かしい感じなんじゃないですかね。長らく海外に行っておりました友流ですが、かなりね海外の大会でねアフロレジェンドと死闘を繰り広げたイメージですが、今日はねアフロレジェンドも来てますので。さあ先鋒戦は金子ガイルと違う、こういうもんだ。こういうもんか、なるほど。ガイル・フェイロン、これ重要ですね。金子君今相当強くなってるんですけどね、相当強いです。まあ、やっぱ小右衛門がかなり怖いと思うんですよね。いやそうなんですよ。そこで、まあ、ピロシを当てたいので、まあ、先方本田はないだろうと読み切っての小右衛門っていうところですかね。さあ始まっておりますが3段入ってピヨって、まずは1本さあ見えないものは見えません、どんなトッププレイヤーでも。開幕大レッカーですか。あさあ早かった裏まで出た、早すぎました。スタブが当たって、サーバーが入って待ちして、ここは無理しない。どうだサーバー待ち、待ってるわ。さあそうですね、ガードすれば大丈夫。さあ金子君今のサマーマッチのタイミングが絶妙でしたね。しっかりレックを切っていきました。ですか。終わり終わり。なんかバンタデーとかの方に吐き出したらしい。さあ出てきたのは津村ホーク。さあ亀橋は危ないぞ。大橋これはもう無理やり暴れてきました。テイクが刺さる。亀橋。さあ今荒木台風狙っておりました。一回掴めば勝ちですが、これでサマーマチ押し返しても一回で死にますからね。あんまり関係ない。もう大体台風で死にますよねこの体力が余裕で。ソニック打っていきます。金子君強いな本当。いや心臓は太いですね。うんやっぱA4 との大道かなり人があれもね相当やってましたからね。結果はちょっとあれでしたけどやっぱり身になってますね。さあ今のはしゃがみがおお死んだ。じゃあ高い高い高い高尾でした。さあ昨日の東西戦ではしっかりサマーマチハジ DJ を回し殺した津村ホークでしたがここは力を見せつけられず。さあ大将中地龍ただまだ龍ならね逆三打で全然あるんでありますね、残りが本田と龍ですからね。怪しい怪しい。さあこれも中足一点踏み宇賀健かくっている。さあ金子君いい動きしますね。いいですね素晴らしい。さあ踏んだ踏んでしまった。さあ真空たまってうわちょっと勝利にはしたかったがまだ端キープ。まあ大キックでも全然めくり返せるんで。うわ裏剣やはり真空の使いどころが難しい。いや積極的に出てますね。リードしちゃえばというところ。実際1回飛びが入ると超強いですよね。さあ見てから投げる。あ受け身がないのは痛い。リードを取っていく。さあ前歩きで画面端詰めて画面端は背負いスタイル。ここは投げうまい中足。これは今の中足は勇気を持って打ちました。真空も匂ったところですけどね。まあやっぱね打てないですよねなかなか。今の中足はもう勇気を持った中足ですね。そして次は深谷ロボットとチーム無敵時間。結局第5真空だとその後の真空の後の読み合いも見なさいんで第5そのものを止める必要があったというところですね。さあおごられ君が来たんでそちらに今カメラをお返ししています。田坂さんおごられ君入っております。あじゃあ今映ってるか映ってるね。インセクトラッキーさんからはいはいてっぺいさん滋賀県さん本田さんてっぺいさんありがとうございます。ありがとうございます。いつもアニコレで対戦してくれてありがとうございます。次もがむしゃらに戦って頑張りますんでお願いします。ありがとうございます。もみおです。すみません。はっきり言います。アニコレちょっとブロックしちゃったんですけど。ブロックした。申し訳ないです。本当に。ありがとうございます。解除します。ブロック解します。ありがとうございます。あと一人だけ。誰だっけ。はい、じゃあ試合の方も始まりますので、ちょっとワイプの方の画像に切り替えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。てっぺいさんいます。てっぺいさん。はい、さあ、はい、試合の方は無敵時間さん出てますね。本田同期ということで、篠本田さんと小鉄さんですかね。コメントがね、カシオレ飲んで頑張ってということで、はいはい、次滋賀県さん、滋賀県さん、滋賀県さん、高津君ありがとう、めちゃめちゃ嬉しいです、いただきます、お気に。さああと本田さん、本田さん、高津ありがとう、頑張ります。次が本山さんから田坂さんに、お疲れ様でした、あ、負けちゃった、まあ、チームの皆さんで召し上がってくださいということで、ね、生ビール5杯、生ビール5杯、5人チーム、篠本田対星野小鉄は篠本田さんが勝ちましたと、貫禄勝ちでしたね、はい、残念ながらごめんなさい、でもありがとうございます、みんなでチームのみんなでちょっと多いですけどいただきます、ありがとうございます。さあ出てくるのは矢野智之さんの竜、先ほどは見事なネタもやっていただきましたが、そうですね、はい、試合の方も頑張っていただきたい。相棒の敵は俺が取ると。カメラ屋さん、ツージーさんいますか？カメラ屋さん、ツージーさん、高校さんいる？高校さん、高校さん紙もらえる？さっきの紙、高校さんいる？高校さんいる？紙欲しい、紙。さあ、画面端、行って、おっと、ジャンプチューブうまい、これは、一手にできました。もう一人、誰。第5ス、大足払いで100巻をかぶせていく。ああ、無理やりいく。のび太さん、ぬるこばさん、永田さん。インセクトラッキーさんから。こっち。さあ坂本さんが出てきましたね、チュンリーですね、大将。さあノーモーションの2人を男女につけていけるかというところですね。はい、結構坂本さんさっき見て仕上がってる感じでしたね。質問です、ありがとうございます。フレンドにということでぜひよろしくお願いします。ツイッターもよかったらフォローさせてください、お願いします。で次が、はるさんからマッツンさんに、マッツンさん進行も頑張ってください、海ちゃんが応援してると思って、海ちゃんが、はるちゃんははるちゃんだな、海ちゃんとはるちゃんは別物として、ありがとうございます、いただきます。あ、はるちゃんの味がするわ、おさま。しかしあれですね、のび太さん、ねるこばさん、長田正和さん、玉内 S チュンリーも結構強いですね。新鮮ですよね。なぜか打たないのが多い。バリバリやっちゃって、長田横綱2人を頼みます。のびさん、フランシュ玉内 S チュンリー結構強い。紅茶おいちはさておきファイトということでね、3人お願いします。ヒデさん、コエモンさん、まあやっぱヒデさん、コエモンさん、つもんさん、はい、あと2人もいれば。ハルさんありがとうございます。まさか人妻からねウーロン茶もらえるんだね。嬉しいことこぼれないよね。あ、原さんありがとうございます、頑張ります、ムルコガ君がありがとうございます、あさって帰る、熊本帰ります。おお、下段が、あー、ピオル、さあここでようやくハルさんからですね、ハルさんからラッシュ、ヒデ、コエモン、クスも、クスまたもっぺんですね、福岡で熊本で遊んでくれてありがとうございます。また X で揉んでやってください、もみもみと、ちょっとエロいね、これ狙ってるよね。さあ時報は破天荒さんの竜です。あ、はるさんありがとうございます。今度対戦した時はぜひサバ折り多めにしますんでお願いします。あ、はるさん、こんにちは、ありがとうございます。また来年福岡行きますので、その時ぜひぜひ一緒にご飯食べたり、ストやりましょう。ごちそうさまです、ありがとうございます。来てるの。さあ、ハテコさん一歩取ってますね。さあ、だいだい。あ、阿部来てんじゃん。ちょっと待って。ハルさんからでしょ。ああ、暗い投げできず。ハルさんからウーロン茶2つ来てんだ。これこれ多分ダブっちゃったのかな。Sと楽しんでね、コメントはプロレスネタでよろしく、無茶ぶりと全く同じコメントがあるんで、2本2つ持ってく2つ。はい、さあ無敵時間の方々お疲れ様でした。コメントいい笑顔です。はい、今回もありがとうございます。本田さんたびたびすみません。本田さん、プロレスネタがちょっと今思いつかないですけど、とりあえず原さんありがとうございます。すみません、こんなコメントでまた福岡でお願いします。アイスクリーム溶けちゃいます。グッチさんアイスクリーム溶けちゃいます。グッチいる？グッチさん。飯だってや。もう一個。鈴木さんもごめんくん入ってます。グッチいなかったら俺食っちゃうよ本当に。食べちゃうよ。次は。スピさん、スピさん来てるね。これもハルさんから、エスト楽しんでください。エスト楽しんでくださいですね。イースク暑いと思うんで、水分補給忘れずにということで、ハルさんからですね。はい。T さん、きびだるさん、アラさん、おごられくん入ってます。ハルさん、ありがとうございます。ウーロン茶。ちょっと感染モードにすでに入ってますけど、まあ、楽しんで帰ります。ありがとうございます。ウルトラマリオさん、おごられくん入ってます。ウルトラマリオさん。さあかなりのオーラレ君ラッシュがいやすごいですね。なんかすごいですよね、増え方が。サワーさんから応援しとるよというコメントですね。レッドブル。さあ試合の方もね始まりますので頑張ります。はい、ワイプ映像でお願いいたします。さあクスモンド対水宮ウルマリ何コーラ、ウルマリさんはジャック770さん知ってます？ジャック770さん多分江戸さん、中田さん、紫さん、江戸さん、中田さん、YouTube の方かな。ウースケさん、ちーチャンネルさん、長戸坂さんのチャンネルでよく拝見しています。ウルトラマリアさんね。以前、灰谷選手をボコボコ、灰谷をボコボコにした。すげえな。頑張ってくださいと。はい、コメントお願いします。で、コーラ。さあ、横綱が世間の厳しさを押し込んでおります。ありがとうございます。頑張ります。おお、大勝利うまい。さあ、この S 剣のハモーモードは相当きついはず。いる。じゃあ、長瀬さんに。耐えた。新之助さんから。いけるか。うお、辛すぎる。辛い唐揚げ。お昼ご飯はしっかりということで、はい、いやー、完全無敵。さすがの S 剣。さすがの S 剣。俺もう昼ご飯食べたよ。 X なら今のはピヨってました。肉汁麺とかいうの食べちゃったんだけど。しんのつけありがとうございます。いただきます。さあしかし今回は張り手もだが、さあこのネタクスモンド乱舞。しかし SK は勝利の隙が少ない。さあまだわからん、まだ岡山さんいる。来た。T さん、キビダルさん、アラさん、T さん、キビダルさん、アラさんいらっしゃいましたらば、おごられくん入ってますので受付の方まで。今グッドさんめっちゃ喜んでますけど、相手最年少ですからね。岡山勢いますか？岡山勢。キビダルさんとも。さあ、ぬこ侍さんですね。はい。ぬこ侍さんとガイル。いないっぽい。あと江戸さんは？江戸さん。中日隊の。江戸さん。お前じゃない。さあ、橋はやばいぞ。おっと。バルログ。いない。アイス溶けちゃうよ。さあ、どすこい刺さる。どうだ。いや、刺せる。うまい。足が刺さる。そして百裂暴れ。グンデさんがめっちゃ喜んでますけど、相手は10代です。いない。いない。さあ。そばっと。これはなかなか新しい。さあ、ハマキランブ。ネタは後ろそばってる返した。しかし、ソニックの出来際に。頭突きが刺さる。5番で暴れるのはダブルが出て悪くないのか。おっとなんかごちゃって多いちょ。あれむしろ逆に扉今刺さってればねえ、3打まであったっていうさあ大将は小立正雄、3人中2人は出してるけど江戸さんがいないだけだからチームじゃない。さあこの方は立川さんをリスペクトしてるんですかねメガですからね。さあベガホンダ相当待合にはなると思いますが、意外とベガいけるっていうね、意外と、まあ、あくまで意外とですが意外といけるっていうね。おっと無理やりどうだ、出したはいいが上に行っている、これは削り圏内じゃなかった、ごめん残った中央残りましたしかし厳しいどすこい、これはもう削りですね、あれですね、限りなく積みに近い五分みたいなやつですねこれさあホンダが有利しているのでベガがいかなきゃいけないが、これは厳しい、どうだタサキック、ドスコが刺さってしまう、100ですね、行き切ったクスモンド3立て。さあ松村が久しぶりに見ましたよ関東勢としては。さあなんか一仕事したみたいな顔をくんぜしてますけど何もしてません。さあ続いてはこけてもあるよとついに出ました優勝候補筆頭武装戦線パート2、やめてほしいですね、やめてほしいですね、うん、さあ4代目には、ビッグタイトル3連覇がかかっております。何でしたっけ、フォックス ×5 エスト、なるほど、うん、という流れですね。今溜まってんのはお茶ルーマルさんと鈴木さんで、グッチ君のアイスは溶けるんで僕とセロテープを美味しくいただきました。ごちそうさまでした。まあしょうがないですね、しょうがないですね、しょうがないですね、しょうがないです。もうこれはやむを得ずですからね。はい、はい、食べたくなかったなさあこんな4代目がアミパラ系、岡山勢3人溶ける、これお茶ルマルさんのさ、これメロンサード結構前からじゃない？相当前からです、相当前からです。さあ試合の方は始まっていきますが、はい、そうですね、試合の方始まっていくのでエクスパー対後藤龍対決ですかね。いや後藤さん久しぶりじゃないですか本当。いやー、うん、終わりの龍、相変わらずこのイケメンぶりをね、そうですね、出してもらってね、本当に結婚しても変わらないと、うんうん、さあしかしエクスパーがリードしている、一応うまい、ここのアップは今うまかったですね。さあ真空チャージ完了というところだが、どうだ、あー真空刺さる、何やってんの、ちょっぱい、さあ今のは勝ち角を逃したエクスパー、あどうなのこれ、どうなのこれ、どうなの踏んでしまえ、まあプレッシャーありますからね。今のは密着して少々量打っとけば、まあ相打ちで勝てるというやつですねうわー、さすがここは出ますね。さあ同じ展開、2度目は後藤の端攻めがすごい、重ねしゃがみ超キックなのでつながりました、持続大きい、うん。さあこれで出てくるのがどちらですかね、天才チンパンジーさんのフェイロンですね。さああれですかね、 SFA のから変えたんですかね、そういえばか、うわ投げさあかつての後藤龍っぽい動きできてますね。で見切ってますね、完全に昔の動き、この鋭い切れ味。さあしかし、飛びが入るがちょっと安かった、さあ得意の台足からキャンファイヤー、結構後藤遼これ対応するイメージありますね。あ、これは飛びが入る。健康一滴よく飛んでました。しかもジャンプ中盤タッシュパンだとピヨル率も結構高いんですよね。なのでもし倒せなくてもピヨってる可能性高いというところで、前的なこちらも同様アッパー勝利、死ぬ足りるアッパー勝利十分です。さあ大将三宅、三宅さんもかなりね爆発力ついてきてるんで、かなり一回寝かされるとやばいですよ。あるので、さあ全然ありそうな感じではありますが、向こうまでかなりやっぱ年季が入ってるプレイヤーですので、うまい空拓、さあ昇龍ではなかったがしっかり落としている。おっと、真空を匂わせていく。相手のプレッシャーが分かってる、緩めませんね、非常になんかこうガッツポーズも控えめでいいですね、早めにこうなんていうんですかね、勝負をかけていくという、勝利を出していく。歩きつかみ、さあしかし龍には投げ返しか4ボタン、非常に強い歩きが鋭い。さあ苦しい竜巻だが台なので、ここは確定。よく取っていきました。後藤龍いい動きしてますね。いや安定してますね、優勝候補にふさわしい3タで。さあ続いて給食費未納とプッチ森。なんかすごい若いく見えますね、なんかハーデストボーイ君とおゆ君はまあ若いですね。いや若い、実際若いんですけど、なんか給食費未納とか言われるとなんかもうちょっとすごい若く見えますね、なんかね、給食費か何十年前だっけみたいな感じになっちゃうからな。いやつか我々そろそろね本当に娘息子の給食費払わなきゃみたいな、そういう世代、そういう感じですから。さあコメントは相変わらず海外勢ばっかりですが。さあプッチモリはおなじみ、ネモ鈴鹿ビーム、さあ先方は鈴鹿ダルシムとハイビギスさんのバイソン、ハイビギスさんはネット勢かな、なるほど、アニコレだったか HD だったか忘れましたけど、ただ今日は実機なのでちょっと厳しいかも。さあ無理やりためたが、違うし、さあここでダルシム活躍できたらできた分だけ美味しいですね。そうですね、さあ相打ち、さあやっていきましょう、大パンチ。さあ今のダウンは相当痛い。ここでゲージたまる前にこの前に来るとね、非常に痛いところにインフェルノ、まあでもアコバイソン行くしかないんですよね。もうこのね画面端まで立ち台パンチから前ですよね、あそこの間合いでどれだけね技当てれるかっていうところです。間合いで止まっちゃうのが一番痛い。さあ S ホンダが行くか、S フォークが行くか、ちょっとね来てね、鈴木さんとさあハーデストボーイ君ですね。グッチ君にあれ慎吾助だったよね。誰だったっけ？誰から来たんだっけ？セバいる？鈴木さんは慎吾助さんから。さあここが非常にポイントになりそうな。ありがとうございましたということでね。エレクトブルが来てるんでコメントお願いします。むしろ S ホンダが勝てばあとブランカとバイソンなので。十分あるというところなんですが、ただ鈴鹿さんもおっとだがこれは遠いが、ああ中田だけ失敗。しんのすけさんありがとうございます、いただきます。なかなか S ホンダの強みを生かしきらないとダルシムには勝てません。本当ファイヤー打ってからしっかりこうダルシム基本ありますよね。そうですね。ヨガファイヤー打って対空してみたの流れの試合の中でうまく作れてます。あっとこれはあっと前ジャンプしてしまったか。今度のハルさんエストでお酒ありがとうございました。お酒飲んでる。さあ今のはうまいですね。投げ返しを読んでます。ハルさんから、お口直しのミニバニラアイス、ちょっと溶けちゃうんでね、僕とセロテープで食べちゃいましたけど、さあエストでお酒ありがとうございました。お酒は飲んでると思うんで味変えに対戦楽しみにしてますよということでね、お礼をお願いします。さあ端に倒せればだがどうだ。ちょっとなんかジャイさんとセロさんに食べられちゃったみたいなんですけど、いけるか。本当ありがとうございます。また、はい、会った時はよろしくお願いします。ここで掴めれば全然あるが、さあパイヤー打ってしまっている。大パンチが刺さる。注文者楽園。あれちょっと体を使うべきでしたかね。そうですね。あとまあ空中で押さえた後の立ち台パンチ、一応リバーサーズつき狙ってほしいと思いますね。岡山チームいる。岡山チーム、岡山、あとこれ何、これ違うから、これくっつけて、これ続けでしょ。さあ出てきたのもおゆくんの S フォークですが、まあ S フォークも誰しもいければいけるんですけどね、いければいけるんですが、全然いけると思いますねこのキャラは。さあまだ足りない、まだ足りないですよねこれだと。さあしかしろくに台風など当ててないので体力差はこんなものというそうですね。そうか、立ち回りで全然いけるんで、とにかくもうツーラウンド出していきたいという。こうなると投げ返し頑張っていく。岡山チームいます。岡山チーム、岡山君だるさんとか、うわあれだよ、あれだよ、足、あとお茶る丸さん、バルログ使いのお茶る丸さんいる、来てるんだけど、結構前から来てるんだけどいない。さあ大パンチ、これファイヤーを食らってしまう。インフェルノが出てしまうとどうしようもないね。入ってるんで久し久しこっちで。さあ勝ったらプッチ盛りですね。ここも3立てと。はい、では、EAK と03、03は青汁猪狩、楽園から、楽園って言ったらパラダイスですね、パラダイスからね。はい、西村の方陣、これが映ってるね。楽園から愛人龍に、生ビール5杯で、メッセージがバカ野郎です。はいはいはい、返事すいません、申し訳ないです。もうバカ野郎しかないですね。はい、ありがとうございます。飲み散らかします。すみません。ありがとうございました。西船橋？西船橋。パラダイス。はい、持ってて。さあ試合の方は始まります。ワイプとやっていきましょう。さあ先方は、清水さんの DJ と青白さんのガイル。トイレです。さあ青汁ガイル対清水 DJ。まずは青汁がソニックを連打して体力リードを取っているという状況。さあ後ろにいるのはバージョンと猪狩。あ、ゼロスリーですね。今1人目。相手は相手は、苗場さんとこっちですね。EAK 苗場さん、我流さん、清水さん、清水さん DJ ソニックベーブ。さあソニックだけで勝っていきました。懐かしいよね、この青汁ガエルってさ。懐かしいですね。ナッシュかザベルかバイソンかでしたからね。ガエルは懐かしいよ。青汁ガエルはカペス以来。 X もガエルだったんだね。はい、 X もガエルなんだね。 X ガエルですね。なんかね、俺は古いからガエルってイメージはすごい強いんだよね。まあナッシュじゃないですかね、やっぱね。あ、ナッシュか。やっぱ有名じゃないですか、青汁さんといえば。そうですね。あ、ダブル出れば、ダブル出ればどうだ。あ、そう。あそこは前歩きすらにしないと。あ、そうそう、くぐれないんだよね。ソニックはくぐれないですね。一歩ね。か飛ぶか。さあ、そしてバーションさんと猪狩さんがね、後ろに。猪狩さんはなんかこの間、伊藤 DJ と03をやったみたいな話をね、あ、聞きましたね。ケチョンケチョンにしたらしいよ。さすがに。さすがにね。さすがにケチョンケチョンにしたらしいよ。本人のあれではケチョンケチョンしたものの、真っ向勝負だとなんか向こうが強くて、ちょっとネタ的な03的な動きして勝ったみたいな感じではしたけど、ただ伊藤 DJ は多分そういうの分かんないからね。好きだからですからね、そういうね。で2人目の剣は我流さんです。あ、我流さん、これ川崎方面ですか。いや、分からないですね。苗場さんがあっち、そっちがしかなかったでしょ。ダブルサバーでよく逃げました。これ青汁先鋒っていう感じではないよね。さあ、なんかいい感じできてますよね。普通にうまいんだが。だって剣戦って結構ガエル使ってて、最初結構つまずかない。そうですね、難しいというか、対空が難しいんだよな。ソニックの回転はいいんだけど。さあ、飛びました。さあ、03の大会では猪狩さんに生意気と言われたあの飛びですね。生意気と言われた飛び。でもプレイヤー的には青汁さんの方が古いんでしょ。もちろん、90年代からですからね、青汁さんは。猪狩さんは最近なのかな。猪狩さんはね、割と中後期ぐらいじゃないでしょうかね。あー、なるほど。バージョンさんは昔からいるよね。バージョンさんは昔からです。面白いよね、03もそういういろいろ歴史があるっていうのはね。俺も初期の頃はね、やっぱ名前を追っかけてたんですけど、あの有名プレイヤー好きなんで。今日来たらゲームセンター嵐さんなんかはね、サードなんかもやってますよ。バーチャーでしょ。サード優勝したでしょ。サードも確かね、クーペかなんかで。そう、ニットさんたちとバーチャー勢がタケーゼか、タゲーゼで優勝したんでしょ。タゲーゼっていうか、あとね、キャベツなんか爆発したんですよ。ああ、キャベツなんかさ、5の時も。5は爆発してないですけど、優勝しなかったっけ。5は優勝してない、さすがに。4は違うやつか。あ、4の攻撃だよね。さあ、苗場さん雑談してる間にキャベツさんなんてもう攻撃優勝しますからね。バイパーだっけ。バイパーです、投げて。まあでもここからね、3立てありますからね、全然。さあ、またなんかすごい量のピッチャーが来てるから見えました。あ、今投げに行ったのかな。おっと、ちゃんと空中を落としました。まあでもチュンリー戦はやっぱり相当対空難しいよね。難しいですね。なんで、おっと、うまい。対空が難しいところ。この組み合わせはなんか珍しいな。ああ、03っぽいスタバ出た。今リフト潰されたのとやっぱちょっと早いの。ロードさんから03は早出しなんですけど。ああ、なるほど、そうなんだね。6個、1人1個ずつ来ておりますので。あと、まあそもそもチュンリーはちょっと難しいですね。あちらのカメラにサバ出していく。あ、これめくりに行かないんだ。多分ね、めくり知らないんだと思うんですよ。あ、知らないまでです。ロードさん、ありがとうございます。コーナー頑張ろうと思います。あ、これは外れた。しかし立ってる立ってる。またデートの遊び組んでぜひ対戦してください。あ、ロード君、ロード君ありがとう。スト5もいいけどスト2もいいぜ。一緒にやろう。待ってるよ。ロード、現場来いよ、現場。じゃあな。ロード君ありがとうございます。初おごられなんで耐久のチョイスもいいんだけどね、いいんですけど、ちょっとタイミングの前がね、あそこら辺はもう体に染みつけないと難しいよね。あ、クライナーいった。わあ、ここは投げに行く。垂直で避けられた時はちょっとびっくりしますかね。まあ垂直は一応しゃがみ中足で安定でしょ。乗っかりだけで、乗っかりに対しては3枚たまる感じだね。歩き中足はたまなかったりするんですよね。ね、ただタイミングがすごい難しいんだよね、あれね。さあ、いわゆる竜、あ、X 竜なんだ。同じキャラ使って分かんなくならないのかな。まああんまり変わんないっていう見方もできますからね。ああ、まあ色もちゃんとね、それ系の色にしてるところは偉いね。割と飛び込みもなんかあれですね。波動拳が全部ノーマルですね。ファイヤーにしてない。ファイヤーアードは強いんだけどね。X は全部ファイヤーでいいんですが。なるほど。さあ、シングたまった。さあ、これはおっと。あ、これ危なかった。今、苗場さん、規制とか出てればって感じでしたね、さっきの、足場、あー、ちょっとはい、お投げいった、あー、足場ライセン、いい返し、やっぱうまいな、しっかりしてるね、さあ、波動拳、やっぱ打ちますね、昇龍拳。さあ、足場で少し投げる。調理が出る。うまくない？うまい。チェンにめくの難しいんですけどね。ね、まあつなぎちょっと合ってなかったよ。あ、あれちょっと繋がんないか。チェンには2回だった。中盤は繋がんね。だ中盤入れ込み大昇龍が最大か大し大し一番簡単だよね。まあ波動でもいいけど。いや、いい試合でした。まだ1回戦素晴らしいですね、さすが03のトップ勢というところでしょうか。はい、次がマスミ、また03でと TMF ネットワーク。これ TMF ネットワークにはさすがにちょっときついかもね。あの分からん殺し、ただまあ S 差がバレなくなるでしょうね。ちょっと今すみません、床掃除してるんでそこだけ終わって、まあ TMF がなんとかするでしょう。 S 差がバレなくなるしなんで、まあなんか S 差出し方が分かんないっていう怪しいっていうさっき4代目に教わってました。あ、4代目にね。あ、座ってる方前に詰めてもらえますか。ただね、ますみさんことあのスーパー梅原さん、今日初めてエスタが使うそうです。それで活躍されても我々の25年の歴史が、まあ強いのはね分かってんだけど。ゼロスリーでは名前の通りね、梅原さんと互角の勝負をする。いやでも今日は超林ますみだよ。スーパー梅原さんに KS さんからコーラハイボール来ております。超林さんです。おっと、これ見どころよ。これ失敗したらあとまさかタイガー出たか出ちゃったか。ありがとうございます。いただきます。さあ、これすごい組み合わせなんだけど、これはもう圧倒的スタイルですからね。皆さん分かってると思いますが、圧倒的スタイルです。いやでもこのハルさんからウーロン茶来ております。いやでもこの前のテキサスのハルさん出来はありがとうございます。なんだっけ、ウルトラコンボの S サガとレアの X サガと、あれよかったよな。なんじゃこりゃっつって、なんかウルトラコンボここ困ってたもんね。玉の避け方がうますぎて。ハルさんからウーロン茶来ております。ちょっと反撃がね、うまい。投げる。そう、これね、ああ、バトンをミスった。てか、ちゃんとアッパーから出してるとも偉いね。偉いですね。うまい。うまいな。やっぱ垂直ジャンプのつながりですか。そうですね。垂直ジャンプの試合になっちゃうので。うん。真似し始めた。真似始めた。まあ格ゲーあるあるだよね。同じキャラの場合はね。ヌルコバさんいますか。ヌルコバさん、オラグレ君レッドブル入ってます。そうだ、これぶっちゃけ。おお、今度こそ。さすがに、さすがに。ヌルコバさんはいる。アパカは出る、さすが。とりあえず一旦バチ。あれ当たるんだ。あれ間に合うの？そうですね、結構間に合ってますね。間に合うね。かなりいいところで飛んでます。え、あれ間に合うの？あんまり強くなくね？いや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 。え、間に合ったらやばくない？あれ間に合わないと思ってたんだけど、これは間に合うよ。そうですね、でもなんかあれですね。だいぶやっぱサガットの飛びが低いですね。ね。分かってたけど。いや、意外といけんじゃないの X サガット。確かに X サガット意外に S サガいけるんですよ。いや、それはでもなんかなんだろうね、いろいろとまたクレームが名指しでくるかもしれないね。お前やってみろよっていう、やろうとは思わないよ。あ、ダルシム。そしてはい、これは 10−0 でございます。10−0です。向かい覚えてますかね、サガット戦。いや、覚えてっかなこれ。あ、でもそうするから投げはねちょっと危ないけどね。さあ終わりです。終わりました。終わだね、終わだね。はい、もうあとはヨガファイ打つだけ。タッチシューキック簡単な仕事。もうこれ全部ガードでいい。ヨガファイ打つだけです。ヨガファイ打つだけの簡単な仕事。タイガー見てからヨガファイやで OK だ。あ、大パン入ったけど、あ、これはガンガードワード。ちょっと反応が遅れてるな。ちょっと反応遅れてる。ちょっとステージが遅いので。さあ、これですね。この大パンが入るので、タッシュキック、まあ悪くない。ああいうストローが悪くないですね。どっちかわかんない。こっち見た。あ、でも今回勝ってるから今回はリードしてるので、ちょっとダルシムがと言ってもね、別に、まあ、これリードされててもヨガファイアを打ちまくれば、いつかダメージ取れるんで、タッチシューキックはちょっともったいないんだよな。そうですね、しゃがみ中キック、しゃがみが一番いい。スライディングはねやっぱ近づいちゃうんで、はい、ダイスラ以外はあんま良くないんだよ、で中盤だとちょっと反応遅れてもガードになるから、アッパーカッターは割れないから。あ、ちょっと遅れたな。まあでもこれタッチキックでもう安定でいいですね。ああいうチート取れてるんで、そうそうそう、全然一番まずいのは通すのですから。おお、いい中足と中パンチ。これは勝って2-1か0-3もね、かなりねトップダルシムですからね、この男は、ね。あ、1-1か。で2人目、これ誰いくの？マキリさん行きますね。いや、これキャラ的にさ、ダルシム来たら落ちやじゃん。そうです。ただ0-3のダルシムをどう X でおぶっていくかというところです。結構ね、向井は高気圧が入ってますね。ダルシム使いと。あ、そうなんですね。ありがとうございます。熊本帰るんで都合あったらぜひ対戦してください。お願いします。ありがとうございます。勝利ゲームさせてつかむ、これがあるんだな、ケンはな。ね、まあ他の2キャラに比べてこれがあるんで、まだ戦える方がな、7-3ぐらい。結構その向井は同キャラとかも使うので、強ければ。ああ、なるほど。ですがとりあえず投げられています。ケンは分からんと思うよ。ああ、大回戦。あ、ないですか、なんからしい。ああ、前ジャンプしている。結構その0-3で V5 機サブキャラ使ったりとか、スト4もやっぱり最初サガット使ってて、A になってユン使ったりとかで、強キャラをそつなくこなすタイプですね、ダルシム使いというよりは。似てますね。時代さんタイプ、時代さんタイプ。そうなんですよね。丸ログ大将ガベさん。ガベさん、私昔焼肉をってもらったことあるんで。マジか。はい、いい人じゃん。はい、私は焼肉をってもらったことあるので応援しなきゃいけません。悪く言えないね。さあ0-3にはね、ガベルって単語ありますから。何それ？よくわかんないです。ガベルっつって。ダムサラみたいなこんな感じかな。あーっと三角飛びしちゃまずい。さあしかしリバーサテラがうまい。てかね、マキリさんがちょっと緊張してんのかな。攻めがちょっとね、まあ丸は難しいんだよね。結構出るの早いですからね。ね。あと起き上がりも割と早いのが。さあ決まって、さあ思いっきりボタンを連打して逃げるあ、これは悪くないよ。どうだ、これは悪くないのかな。ああ、愛知出したらテラ熱いんだよな。あー、おっと勝利に勝つからね。ガブリきました。1-1、いい試合だね。手前波動、これはあ、でも画面端だからなんであんまりそうですね。ナイス奪回し、シャッションで当たる。竹内からするとやっぱ投げこずりっていうのは分かんないらしくて、そうですね、一応で発生するのこれだけですからね。お互い様子見、したところ、ちょっと昇竜拳怖かったところですけどね、まっすぐ行きましたね。対初戦やっぱキャラパワーあると違うな。そうですね、キャラパワーあるんですよね、本当このチームナンバーワンですよ、キャラパワーって意味は。誰チームバルドゲースタがおごられくん、永田正月、苗場、ベンダ以上のご参加だ、誰かおられましたらこちらまでご連絡します。さあこれはちょっと、お、しかしテラを出す強気、うまい。お、ピヨッタそう、スマホ、そしてスパコンが出る。さあ6戦目ちょっと遅かった。難しいところ、どうする。インセクトラッキーさんからコンソメフライドポテトが届いております。早めあったね。7キロに返すの難しいですよね、だけどね。だし対戦する機会があればまたよろしくお願いします。うまい、就職。うまい。ああ、ダブルかみ合って。ああ、テラーがバレたがミスった。うまい。これはさすがに。いただきます。ああ、隅だな。わからん殺しだな。関さんありがとうございます。ペンダです。おいしくいただきます。ありがとうございます。頑張ります。次は六人さんからバルとアジャコング。ゴリラかげきさつの嵐さんにはセガールさんからコーラが届いております。すげえ。セガールさんといえばね。セガールさんから。最近あれで結構有名な。セガールさんありがとうございます。いや大事に飲みます。確かね、ゴリラかげきさんはすごいセガールさんに恩を受けたっていう話があって。いろいろあるんだね。ありますね。影月さんも長いからな。あれですよね。ゲーマーに復帰したっていうブログを書いて、すごい話題になってましたね。バズったっていうの。さすがにあれは俺も。あれなんですね。しばらくゲームしてなかったんですね。ね、仕事が忙しくて。こっちからしたらなんかもうイケメンやっぱりバーチャやってんだろうなみたいな感じでしたけど。確かに違うゲームだとね、わかんないからね。まあゲームができなくて大将をやらされて。負け続けるとなんかモチベーションが落ちるって本当俺もねちょっとね分かる気がするんですよね。やってないとどうしてもね。だからやれる環境で負けるんだったら自分の手じゃないですか。ただ環境的にできないっていうのは絶対あるから。もう大人だからねみんな。いやよくわかります本当。子供とかいるとね。結構ねその若い時は気軽に大会来てくださいよって感じだったんですけど、確かにこっちになったらいやちょっと気軽に言いづらいっていうのもあるし。ありますよね。いやさあスーパーストース始まったよ。スーパーストースありました。これはマイムルさん。本当久しぶりですね。前村さんとペコさんですね。 S キャラも結構いますからね。前村さんもペコさんも。さあ大昇龍起き攻め大足大昇龍、しかしお互い必殺の性能がいい。いやーなんか一貫なんか発揮してるね。お互い必殺技の方がいいぞ。あったミスった。おうまい。うお SK はさらに一部で勝利をつけらせない。あー大勝利ね。薄着のおじさんどうもありがとうございます。大勝利完全に見てきたよ。なんか負けそうなイメージが。だからお互い好かれそうな感じが。確かに S 流のさ大キックさ勝利権勝つじゃん。勝ちますサーバーにも勝てますから。そうだからなんかワンチャンなんかあるんじゃないかっていう。まあでもとはいえね完全無敵だからね。上りはねうまっアシュトラキック。あ今の中昇流はちょっとあれだな、アンラッキーだな。あー抜けたあれです。アシュトラキックって久しぶりに言いましたね。ねもうアシュトラさん自体が個人だからね。個人っていうかまあ生きてるけどX 自体はねもうほとんどたまになんかヘイにいるっていう。アシュトラキックとか言っても何年ぶりにいたの今ね。使い手がまだいたっていう昇竜拳に勝っちゃやべえだろっていう。まあ下りなんですけどね。さすがに竜巻荒らしていくね。さあペコさんも実は自分が S キャン使っておきながら S ルー対策がちょっとできてないんじゃないか。いやこれ同じタイプだから、ペコさん自分が S キャン同じ荒らしタイプだから割となんか分からんごろしていな、得てしてこういうもんですよね。まあやっぱりじっくりいくのが龍じゃないのみたいな。2人目お茶丸さんイラストおられましたらこちら。これは A さんです。あ、ガイル？はい。いやこれね、私も結構初期には芦田さんにかなりやられたんで。いやこれ結構きつくない？いやムテガイルは結構負けてんじゃん。芦田さんとか前村さんとかに。結構ね。飛びがやっぱ強いと。飛びがあとね竜巻がねだるいんですよね。ああ。一回で少ないんで。これ竜巻が1回で少ないんで、あと変な位置での、なんか普通の飛び込みに対してサマーが負けるんだよな。そうなんですよ。だからソニック打ってなかったとはいえガードするしかないっていうね。いや前村さんうめえな。結構ね S 流は人対策しないと厳しいです。やってんのかなこれ。1回ですね。1回にしろ。1回ですね。S 流は大竜巻なのに大竜巻のスピードで中竜巻の回転なんです。だからやらんすね。見た目的にそうなんですよ。なんかもう出しとくみたいな感じあるんですから。わかるわかる。あれで食らうと結構メンタルもねやられるんだよね。そうメンタルやられるんですよね。うまい。これな。そうです。あちょっと待って。一回しかやらせないからですよね。竜巻しかやってねえじゃんみたいな。おこれは。うまい。まあしかしやっぱり真空がないんで確かに待てるんですよね。もうずっと待ってればいいの。待ってればいいよみたいな。波動拳でいつまで削れかなみたいな。確かに。まあさすがにこの半分はな。さあ11。投げて。受け身取ってなりたい。投げる。裏剣。中野爪さんありがとうございます。あ、なるほど。ありがとうございます。踏んだ。一回戦頑張ります。ちょっと早かったな。ありがとうございます。遅れて申し訳ございません。今度は僕がラーメンをおごりますので、また来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、これ竜巻を完全に生かして、しかもそれにビビっとるな。投げでしょ。投げでしょ。投げですよね。あれ歩き勝利もあるからな。卓球な。3人目。さあ、ラウールさん。ラウールさんといえば。大足からキャンシンクラウルさんで俺見てて結構例えば置き攻めで中盤なしで勝利すかしたじゃないですか、その時に反撃で第5スカードコンボ決めてたんですよ。すごいじゃん。すげえと思って起用系か。そう多分ね経験値とか対戦環境的にその川端君みたいな立ち回りをずっとやってないですけど、本人なりにいろいろ練習してるとこあって、すごいやっぱ光るとこありますね。そうだね。さあ、おごられは結構来てるのか。おごられの2回転とか松田さん。しかしこの竜巻 S 流の竜巻投手えぐいんだけど、勝利も勝てないですからね。単純にそう、ガードするしかないっていうね。勝利も勝てないですから、まあ軽投げで一応疲れるのか。あ、疲れるかもしれないですね。あの間合いは。さあ、やり返しほらうまくないですか。うまい。こういうとこやってくるんで。あ、うまい。あー、これは勝利権ダメなんだよな。さあ、2回転さんが松田さん。結構ね、ちゃんと置き攻めを当てた時と勝った時までちょっと考えてやってくれてるんで。すごいな。これで1人抜けて2人目。しのに。エスタが。やっぱキャラ間違いないですね。間違いないですね。さあ。これも昨日店長が真空を中心とした竜巻で倒したらしいね。相当良かったですね。まあ色もねお互い一緒ですからね。いやでも相当しんどいぞ。減らないね。そしてタッチションキック。いやきついわ。あ、今よく受けてた。いやきつい。ゲージを貯めたいが、あー、今投げ打ちたかったね。もしくは大補正したかね今ね。確かに。昇竜拳でやっぱためながらっていうスタイルなのかな。おっ、飛びが入った。大き攻めまっすぐいったけど、まあ、サガット側も今のはね、まあ、ガウイガードリーヤーみたいなところでしたね。さすがに中国はいけないだろうっていう。ナイス大昇竜、あと昇竜ですね。おお、垂直へ。うわー、今のガードか。いや、よく打った今ね。ラウールうまい。おお、ちょ今垂直読みかな、これだけキックね。今の完璧じゃないですか。飛びが入って、まあ、しの兄さんもね、うまく波動拳をいなしてるよね、うん、これな、これで来てるんですよね、固めな、これ飛べないので非常に餌が強いと。まあ垂直するしかないよね。うまい、ジャンプ出す。あれ出されるとさ、相当なえるよね。いや、強いキャラ使ってんだから出せないぐらいのハンディよね。2回に1回ぐらいね。さあ、歩いてしゃがみ中盤潰しきれませんでしたね。しっかりと X なら潰せるんですが、もう1歩2歩歩かないとっていう。竜巻もいいかな。次は自然一戦対半裸族ですね。そう、セロテープデレロさん、セロテープデレロねさん、なんかこれセロテープさんが若手を引き連れると思いきや、なんか逆に誘われたでしょ、ハク君に。あ、そうなんですね。なんかっていうことを聞いたけど、対するはい、オッケーです。じゃあオッケーなので試合が入った。半裸族はね、ジャイリさんオンラインのメンバーですよ。なるほどなるほど。いつも出てる初級者部屋の人たちなんで、初心者ですね。初心者っていうか初級者。なるほど。これ3人とも俺、あ、ビンさんともみじ屋さんには俺いろいろ教えてるな。はい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 。あ、ビンさん、ブランカ対セロザンギですね。さあ、セロテープ、さあどうやっていきますかね。まあブランカには勝ちたい、ブランカ勝ちたいですよね、これね、ザンギ戦は。さあ今開幕タッチショーキックからのダブラリという深い表現を出してきましたね。いやでも結構追い詰めてライン上がって結構まずいんじゃないの？しっかり書いて、まあ相変わらず地球の環境に優しいね。相変わらずセロテープさんはなんだセロテープさん毎回、まあまあじゃねえよ、セロテープさんは毎回中火が行くらしいんですよ。ああ、毎回そうなんだ。毎回ツーピーが行くんです。じゃあもういいのか、いいのかそれは使用っていうことで。毎回ツーピーがなんで。まあツーピーがだとインフェルノが出ない人もいますからね。ね。まあそうですね。出そうともしないからね。さあワンピーが行きました。あれ？後ろ行った。いや、お前言ってるの違うじゃねえかよ。あれ？おかしい。それは良くないよ。いや本人が言ったんですよ。いやだから本人が言ってたとしても。そのワンピーツーピー両方行くんだったらまずくない、この人、この人がまずいっていう、吉尾がまずいんじゃなくて、確かにセロテープさんまずくないね。言ってることとやってることは違うから、見てる方もいやこれワンピーが入ったからカチカチカチクションみたいな感じで、あれっつって、また今度対戦よろしくお願いします。レバーをぐるっと回していくから全部後ろに行くんじゃないの。まあそうですね。まあセロテープさんのしかしジャンプ最近のゲームっぽいね。おあ、しかしこちらもまあワンピー側、あれスーピー側に行くんじゃなかったっけ。さあどうだ。ああ、めくりから決めていく。ワンピー側行ってんじゃん。行ってましたね。おかしくない。なんか毎回違う。本人いやこれ運だわ。さあ今のもめくりはやるしかタイガー今のめくりもやるしかないって感じでしたね。確かに。アルキアールさん若いんだよな。どんぐらい若いですか。どうだろう。若そうですね。20は切ってそうな。まあオンライン勢っていうイメージなんで。はい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 。会ったこと俺初めてかな、見たのは。結構しっかりした動きしてるイメージなんですけど。正しい。あと体育が難しかったが2回目に出しました。垂直キック、実際ね垂直結構強いですよね。サガットがね、この組み合わせね、結構飛んでもいいんですよね。わかる、前に飛んでもいいやつね。着地でアパがやっとけば、ああ確かに作りもくらないんで、すかせるはロードさんから2回転さんと松田さんにウーロン茶をピッチャーでスタッフ用にジャンプ朗読助かります、ありがとうございます。これはしっかり外した。また気が向いたらこっち来てください、よろしくお願いします。じゃあ松田さんと分けますんで、ありがとうございました。あ、これはアッパーカット、アッパーカット出ます。やっぱアッパーカットがね、きついね。あー、これはねアッパーカットあれすかしてもっていう話。おお、大足がいい、大足喜んでる。これは嬉しいね。ちょっとなんか勝たなきゃいけない組み合わせだし、結構追い詰められたから精神的にはね、これ落としたらまずいぞっていうところでの、まあなんだろうな、沖大足だから、まあ、ラッキーヒット的なところもありますよね。相手の動きも左右されるから飛びに対してアッパーカット打ったとかじゃないじゃないですか。だからやっぱまあ楽できたっていうか感じかな。2人目は龍は誰だ。あ、これデレロさん、デレロさんですね。デレロさん最近頑張ってるらしいね。おお、結構いろんなとこ行って話とか聞いたりとかして結構やる気勢ですよ。なるほどなるほど。まあ龍だと今は久しか愛人かデレロさんかっていうやる気ではいますよね。やる気でいますね。まあ龍両方ですね。やっぱ関東は龍の層が厚くていいですね。厚いね。何人いるんだって話だよね。正直そのレベル別に誰かいるんで、あ、いるいるいる、上から下まで。このレベルだったらじゃあこの人と戦おうみたいな、わかる、できるんで、わかる。でみんな教えてくれるしね。龍使いはなんか仲いいイメージあるね、すごいね。だそうするとやっぱみんな対戦しますよね。ね、あの龍倒そうみたいな感じ。これは追い詰めて龍結構いいぞ。安直に中国籍やるのいいですね。言ったわ。いや俺今行くと思って行ったんだよね。そうですね。だから我慢、ここまで我慢しましたよってことですね。さあ最後は真空を当てて 1-1?2-1 か、2-1か、2-1です。2-1だね。で大将かな、大将もみじ屋さんかな。これキャラの構成的にはやっぱり最初勝ったあれですね、半裸族試練一戦がのが有利するとして最後ダルシムとキャミンですかね。まあどうだろうな、ダルシム有利だと思うんですよね。まあ言うてやっぱハックンこの間ダルシムに勝ってね、乗ってますんでかなりやり込んでるから。まあね、オンラインもね結構キャミン多いんだよ。あ、そうなんですね。結構いるんだよ。ゆりさかさんとかルナとか、まあ2人か。まあ毎回出てるからすごい多いようなイメージがあって、で毎回出てるってことはやり慣れてるじゃないですか。あ、今中最速で暴れていくね。あれでも最速で暴れても多分相打ちにならないと思うんだよ、中国がちゃんとやってれば。だから多分めくりがちょっと浅かったんだと、早くてガード工場でも溶けてたんじゃないかな。まあこすり得ですよね。お、危ない、あれね、めくりからと続き入れるっていうコンボがあるんですよ、あれ。日和ますからね。ただ、さすがにね、繋がらないと思う。ああ、はいはい。だから、龍側がミスらない限りは。あ、これ危ないよ。真空なかったから。これは真空ガードして。まだ知らない。あ、これはインフェルノは悪くない。高い。これ竜巻ができるんだよな。ジャカドさんと太郎さんにガマチチさんからちょっと早かったかな、ウォッカが入っております。ウォッカ手持ち、おっとちょっと反撃を失敗した。ガマチチさんすいません、ありがとうございます。ここら辺のね反撃はちょっと完成されてないから、竜巻の種類によってちゃんと分けないといけないんですよ。なるしまそこら辺がちょっと難しいって言ったら怒られるけど、ガイルも難しい。あ、ユンピョ今のね、行きたかったかな。いつもオンラインでアドバイスしてるからちょっとね、実況っていうよりかねアドバイス気味になっちゃうんで、どうしてもねもみじ屋さんちょっとね、腕時計落としちゃった人がいるんで、落とし物拾ったらカウンター届けてください。入り口のカウンターに落とし物があったら届けてください。さあ、対象戦これはお互いね勝ちたいんじゃないかな。そうですね。Aさん、腕時計見つかったっぽい。フレーム。そしてですね、やはりハックンといえば、そうそう。ニデラ回転。あ、回転。我々としては神ですよ。シングルプレイヤー。シングルプレイヤー。あ、そうなんだ。普通にでもなんか回転プレイヤー結構いない？ヒデもそうらしいですからね。あれで、あとロード君もでしょ。え？ロード君もでしょ。ああ、そうなんですね。ね。まあ若い人はそうなんですよね。本当若い人って何みんな回転なんですか？いやこれは受け身取って、あ、空中でラッキー。うわ、我慢するが。うまい。ここはこのタッチショーキック、俺が教えた。いや本当にこれ俺が教えたからね。タッチショーキックを使えって。なるほどなるほど。これだ、アニコレでいつもやってるから反応できるんですよ。なるほどなるほど。これちょっと俺嬉しいな。ちょうどね。しかし。キャノンが刺さる。ここでフーリガンメガネガード。しかしフーリガンに行っている、つかせない。もう一回フーリガンしつけ。ガード率高いですね。しつけガード率高い。ガード率してるな。まあハックンのねめくりちょっとね分かりやすい。あ、マジですか。うん、なんか表が多いんだよね。ああ、しかし開幕フーリガン、こいつフーリガンに反応できんぞって。お、いいガード。おっと、これはちょっとね、今のショーキックもね、フーリガンを匂わせたけな。おっとっとっと、これラッキー。これはラッキーになった。しかしキャノンが当たる。下段を忘れが連打していた。今のはうまかったな。アローよく打ったな。スパイラルアローは見事。勝ったハクさん、今おごられ君が入ってるので、ハクさんそのままこちらにお願いします。で次がカリフォルニアコネクション、海外勢カリフォルニアコレクションと、自腹切り配信エクスチェンジャーですかね。ハクさんにタレマさんからジンジャーエール入っております。ハンラ族も惜しかったなあ。タレマくんありがとうございます。なんとかちょっと手の震えあったんですけど勝つことができたんで、引き続き応援お願いします。また東京来てください。いやいいですね。回転なんで回転その普通にやっぱねメインのアナザーとかやってるとね、すげえと思いますよ本当。オーラル君はお茶丸さん分だけか。お茶丸さんもしいらしたら、お越しください。多少キックドッグ。なるほど。やっぱね、やっぱ下段が混ぜられるときついですね。全体は。しかも昨日だから。昨日送ってるから。なるほどなるほど。はい。あれちょっと嬉しかったな。ではやっていきましょう。さあ注目の海外勢と自腹切りだから、シマッチョさんとか、シマッチョさんとカタツムリガイルとバンラクサガット。やべえ、これは91です。91ある？91ある。91です。ダルシムがきついでしょ。ダルシムがきついです。ダルシム X サガット。ダルシム X サガット、ダルシム X サガットよりはいけるでしょ。だって倉橋君勝ってたじゃん、だいぶ前だけど。まああれはだってあれじゃないですか。まあいや、あれは倉橋さんすごいですよ。すごい。あれ倉橋さんマジですごいですけど。すごいんだけど。マジですごいですけど。暑い。確かにね、会場内ね暑くなってきたんでね。ちなみに俺小高にエスタがやってるって言われてやったら20連勝しました。それはだって吉尾さんがうまいんですよ。ぶっちゃけ俺 X サガットでやってるんで。そうだからうまいから。それは小高が下手なのと吉尾はうまいっていうのがあったと。雑談してるうちに終わってる。いやでも俺はですよ、俺 X サガットだったらやっぱ2ぐらいしかいけない、1とか2しかいけないですよ。いやそれはそうでしょ。これはウルトラコンボか。ウルトラコンボも来てるんですね。ちょっとね会場の中がね熱くなってるんでね。はい、皆さん、アイスクリームとかね。いや、来るとね。真面目な話、熱中症にですね、本当お気をつけいただいて、休憩とですね、水分補給忘れないようにお願いいたします。水分もね、お酒ダメだからね。はい、ちゃんと塩分入ってるやつね。アクエリアスとかね。正直ここ140人はですねキャパオーバーなので、ぶっちゃけた話、はい、皆さんそこら辺は十分お気をつけください。さあちょっとX サガット S サガット非常にやばい組み合わせということはさっき分かったと思いますが、まあでもテキサスでウルトラコンボのエスタガニア勝てるっていうちゃんとやればややがちゃんとやれば勝てるっていうのを証明してるから、だからまあ甘えとは言わないけど希望はある、希望はあります。他にはそらこさんからコーラ、ただ4代目は無理だと思う。4代目は無理だと思うね。あれはちょっとね。あ、小高です。ありがとうございます。ソニックブームいただきます。さあ、しまっちゃうあれですね。元カシマタマットマウスの。マットマウスね。マットマウスで結構いるよね。プレイヤーですね。いやと、スト2が好きというよりはレゲエ全般が。これ自腹切りチームかわいそうじゃないこれ。1回戦がこれって。これで終わりだからね。2500円だからね。いや来てもらってるだけでありがたいじゃないですか。私これ逆だったらね、海外勢がこれ4代目でキャラが残機とかあったらさすがにみたいな、考えようみたいな。AFO さんにはアンドルさんからコーラのピッチャー来ております。エスタがでホムラ帰りたい。今本村さんどうもありがとうございます。1回戦ラストいただきます。時間大丈夫かな。大丈夫、8時でしょ。そしてグリグラスさんには茶太郎の息子さんからコーラのピッチャー来ております。で1回戦やってないところはそうですね、配信に移して。どうも茶太郎の息子さん見てますか。でも全部1回戦やってないんじゃないのこれ。今度はヴァンパイアハンターの大会あります。1回戦勝ってるし。ありがとうございます。いただきます。ないんじゃない。ウルちゃん、はい、もうないけど、これもう全部入れちゃって。マジ気をつけてね。ちょっとね、我々もね熱くなってますね。もう会場内がねすごくて、ちょっと会場内映せますカメラさん。ちょっと無茶ぶりして申し訳ないんですけど、会場がねもうすごい人数でこんなですよ。飯塚さんね普段ね空調すごい聞いてるんですけど、もう空調も直射日光がないんで、はい、まだあれですけど、本当熱中症はね気をつけてくださいね。私今仕事でね外で立つっていう仕事をやってるんですけど、同僚がバンバン倒れていくっていう、ね、熱中症でで一回倒れるとその癖になるらしくて、体勢がなくなるらしくて。なるほどなるほど。まあ本当ね十分注意してね、塩飴とかね舐めて、毎日塩飴10個食べてますから。そんぐらい出ますもんね。でもね、本当でアクイリアスも3本ですよ。あれ悪いやつ出てきたよ。悪い、あとこれちょっと待って、これはまずいぞ。これは博士のダルシム対、これはちょっとね18金でモザイク入るやつ10対0ですからね。ただ博士は割とイケイケスタイルなところもあるから、勝てるかどうかは分かんないけど、ダメージは取れる。意外とダメージ取れてないな。てか大会だから超硬いで、こんな硬くねえからいつも。おい今のもイメージを重ねにいかないで、ちょっと待ってとか言って、どんだけだよ、ガチすぎだろ。ガチすぎだろって。ちなみに俺この組み合わせ20年ぐらい負けた記憶がないです。負けられるようにできてないですからね。そうシステム的に。2択の歩きアッパーカットを34回連続食らって、そうですね、ようやくですね。ちょっとそろそろみたいな。34回当ててもまだ勝てますからね。まだ勝てる。この大キックがねきつい。これ全部無理だから、全部あるじゃん。ダルシムが全部正解あるんで。ダルシムは正解っていうか、サガット側の正解じゃないんだよね。サガットがダルシムには正解しかないっていう。もうファイヤーをガードした時点でちょっとダメージを確保しなきゃいけないっていうね。垂直ジャンプ、前歩き垂直ジャンプとかでごまかすとか、34回ガードして、34回ガードしてる時点でだいぶ減ってんだけど。ということでダルシムですね。もうどうからしかないですね。テさん非常にね真面目なダルシムプレイヤーなので、これだって、せっかく事前エントリーしといて当日これかよみたいな。ちょっとだってこれ結構さ、本命といっても、いやそうですよね、やっぱ野口博士といえばもうね、一つの大会には欠かせない。バイパーさんのX オークがまだキャラ的に隙があるってだけで、あとだから高いんだよなこれね。当ててもね食らい投げできるんだよ。逃げるしかないんだよね。なるほどなるほど、うん、だ最後の1回はいいんだけど、あのまま着地すると燃えちゃうから、まあ、どれを選択するかっていう。今の博士は最後の中スラもなんかそのめり込むから食らっても OK みたいな。そう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 、 ありましたね。なんかね今博士がやっぱね冷静な時はやっぱ強いね。なんか地味に効いてくることしますよね。そう本当。あ今繋がったんだけどなスラストしゃがみくらいだったから。おこれ投げじゃないんだ。あ今ヒンフェルのあ高い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 ちょっと慌てたな。博士がよくガードしたよ今の。結構今の歩いてタッシュキック面白い選択肢だったんですよね。そう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 あれで手さんのあのドリルもガードされて高くなかったら逃げるので終わりだから、割と勇気のいる。なんか俺とかだと結構チョップとかで返そうとして食らってみたいな。さあ福山さんこれワイプの勝負だと100パー勝ってんだけどな。さあコミケではね若いコスプレイヤー阿部さんには完売したらしいですね。生ビールスピさんに来てまあメインハンパーかな。さすがコスプレイヤーパワー。また天神帯同でお願いします。ね小山のサブさんありがとうございます。ありがとうございます。もう何もしないよな。博士何もしないときの時間帯がうまいですよね。カウンターだけ狙ってっから、はい、何もしないからっつってもなんかするとちゃんと5の線5の線5の線高いちょっと安かったか。さあとりあえずインフェルノ打てばもみじ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 いない。さあ完全に見てから待ってるな。暴れちゃうんだよ大大で十分大スラスとか今のあそこら辺もね博士うまい。おお怪しいこれは頑張って打った。たまればたまればたまればワンチャン。なるほどそこはバレてるとあれはね上り竜巻しかないんですよね。なるほど前飛びの前飛び竜巻完全読んでる。さすがの博士でしたね。次1回戦だけど1台でいいのかな。